ござります。ありがとう、みんなお疲れ様って言ってくれて。終わったよ。今からアイスではなくフルーツ食べようと。フルーツ取ってくるのでちょっと待っててください。ちょっとお疲れ様っていうのみんな持ってね。よっ、ただいま。今からフルーツは買えなくて、よいしょ、なんかですね、今日のフルーツはめっちゃ美味しそうなんですよ。冷やしが焼くで盛り合わせです。今からこれを食しながらアフターのアフタートークします。見て、すごくない？これも差し入れいただいたやつでもらって冷やしてたやつ、いただきます。もう全部食べるから、いただきます。何これ、メロン？おいしい、しみます。なんかこうライブ終わりちかアイスよりもさ、フルーツの方が求めるかも。一口で食べます。夜ご飯食べれへんかったから、お昼ご飯でじゃじゃ麺弁当食べて美味しかったよ。めっちゃ美味しかった。もうグレープフルーツ、お昼のもうリハが始まる前、お昼ご飯食べようと思って、もう夜ご飯で終わった後にちょっとがっつり系のご飯はちょっと食べれんわと思って、だからお昼ご飯に食べてめっちゃ美味しかった。でも結構なんか油油油って感じだったから、なんか胃もたれする人胃もたれするって言いそうやったけど、近からしたら全然へのかっぱでした。食べれました、美味しかった。まだまだ若い、まだまだカルビ食べれる。カルビなのかな、あのお肉、カルビとロースの間みたいなお肉で、しかあんまりさ胃もたれしーひんねんな正直。パイナップ美味しかったです、本当に。あ、やばい、めっちゃ飛んだ。
うん、ありがとうございました。2階席までサイリウム見れたよ、ブルーオレンジ。わかる。しかも高級ってついてたらさ、絶対もう食べてやるってなるよね。どんだけお腹いっぱいでも1でも食べる。やばい、めちゃくちゃ疲労回復されてる。え、2階席からも届いてたよ、バッチリ。いちご、いやー、やりきりましたね。みかんや、大好き。疲労回復。でさ、お昼ご飯もそんな女子弁当で豪華なのに、夜ご飯なんて待って、またすっごいのが並んどって、もうね、やめてほしい。あんなもう選択肢多くすんの、もう幸せな叫びよね。めちゃ、うん、ひつまぶしもらった。ひつまぶしもらって、もう明日のお昼ご飯にしようと思って、もうすぐ帰って冷蔵庫入れました。あとね、コンパルのエビカツサンドもいただいて、そちらはちょっとあのまた冷蔵庫へさせていただいて、明日のいつ食べよう。冷凍できないかな、コンパルって。もうゆうゆうとは個人的にひつまぶし行くんで、うん、サンドイッチ凍らせへん方がいい、食べられへんもん、そんな。でも朝ごはんにエビカツサンド食べて、お昼ひつまぶしなんて食べたらもうちょっと入らへん。ほんまに愛知県のご当地のやつが多かったね。はい。まあちょっと分解すればいいんだな。いやもう明日公園だからね。うん、ちゃんとラップしてジップロックするよ、さすがに。冷凍するのは、しかも冷凍のパンの達人やから。やっぱパイナップル美味しいね。おいとか言いながらオレンジやねんけど、これいや、鬼スケジュールよ。絶プの次の日の公演は、ゆっくり食べるのもう早いの、早めやね。見て、こうやってさ、ちょっとフルーツに染み込んでる感じも好き。このパイナップルにイチゴの果汁、こういうのもなんかいいよね。うまい。やっぱいいね、フルーツ。力ライブ終わりはこれからフルーツ食べることにしよう。なんか大人になっちゃってやだな。やわれたらアイスやったのにさ。あ、おっか。うん、すごい、やば。
ロリー低っ。100もないよこれ。怖っ。ほんまにないよこれ。100怖っ。お昼飲む。やっばいね。これからライブ終わりフルーツ配信になっちゃうよ。公演終わりとか。うん、見てラスト1個。あっちのペパウンで水分だ。みんな乾杯。一口で食べてやる。お疲れ様でした。お手で洗ってきます。よいしょ。ただいまです。てかフルーツの匂いする。あーめっちゃ顔疲れてるけどもう許してください。なおが頑張ってねって、ゼップ頑張ってねってね、 LINE が来て、ちょっと待ってくださいね皆様。ちょっと配信機大丈夫ですよ。力は良かったよ。ただいまみんなお帰り。ね、よかったよかった。みんな無事で。ごめんね、心配させて。薬塗れそう。なんかお風呂浸かろう。
やば、 LINE の新作がなんかピスタチオって、うわかわいいピスタチオ、ありがとうございます。あのメールでは書いてんけど、改めてゼップのことはアメブロに書こうかな。結構なんかそういうのはアメブロの方がなんか遡った時に、検索した時に出てくるなと思って。そう、髪型がねポニーテールにしました。選んだ理由、ほんまはリハーサルの時点ではハーフアップしとってんけど、なんかハーフアップがめちゃくちゃ熱かったのと、意外となんか、まあ、なかなかメンバー多いからさ、髪型が一緒になっちゃうとかも全然あんねんけど、髪の毛まとめてる子が少なくて、でお団子に、まあ安定のお団子にしようかなとも思ったけど、なんか最近お団子しがちだったし、なんかゲスな夢、ユニットでゲスな夢するのが、まあ、結構揺れる、踊る系やから、なんか揺れてた方が見てて迫力あるかなと思ってポニーにしました。明日何にしようかな。明日桃之助に決めてもらおう。てか桃之助が MC でも言ってたけどね、桃之助が今日ハーフアップした、ハーフツインや、ハーフツインやってって言ったのの近いやね。グーのねをリハーサル見とって、え、めっちゃ可愛いと思って、そしたらまさかのさハーフツインの2つリボン用意されてて、もうめちゃくちゃ可愛かった。めっちゃさ可愛い画像あんねんけどさ、見せとみんなに。本番前やねんけど、ちょっと楽屋にね遊びに行ったら、え、待って、写真撮れてへん、え、うわ待って、ショックすぎた、あった、見て、映るかな、見て、桃之助とね、中ちゃん、うちのベビちゃんたちがね一緒にね歯磨きしとったの、めっちゃ可愛くない、あんま見えへんかったかな、可愛いベイビーたちが歯磨きしてるの何、しかも青色とピンク色のさ歯ブラシやねんけど、めっちゃ可愛い、超可愛くない、めっちゃ可愛い、癒された。あ、大阪ラバー期待してた。まあ今回はね大阪ラバーは歌えなかったんですけど、ベイビー可愛い、ちょっとなんかいろいろ MC で突っ込まれとってんけど、ユニットのこととか垢抜けのやつのこととか、おい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 ですね、いろいろ。意外とでもなんか体力もつかなと思ったら持ってんけど、やっぱりあの大阪の時もそうやったけど、あの7曲怒涛のメドレーのところはさすがにきつかったね。でもなんかもう一緒にさメンバーもきついけど踊ってるっていう、その感じがまたねいいんだよね。そう、人選、まあユニットもなんか3日3公演同じメンバーでやるのはファンの人も飽きるかなと思ったけど、新しい試みでやってみて、なんかメンバーがこのユニットやってみたかったんですって言ってくれたりとか、ナイスチョイスですとかそういう風に言ってくれるのがすごい嬉しくて、それはでもメンバーを身近で見てる力だったり、それこそあゆかの方が見てることの方が多いし、メンバーのこと知ってるからできる曲の人選チョイスでだったと思うので、頑張ろうと思いましたね。もっとなんかでもアフタートークでも話してんけど、ニコ生の非公式チャンネルの次こうユニット決めるってなったら、そういうジャンルはなんかメンバーみんなで話し合っても面白いねって話になった。こういうジャンルあるねって、確かにそれはチカたちだけじゃわからないジャンルももっとあっただろうし、
そうだよ、危なかった。危うく、しかも垢抜けに入るとこだったから。でも自分から自ら「え、垢抜けどうですか?」って聞こうとしたの。そしたらそれこそあゆかまるとかが「ちかさんそんなにですよ」って言ってんな。実は言うと、言われてそういうのになりました。なんかセットリストを作るにあたってあんまりさ、メンバーが関わるのってやっぱり印象は、持たない。自分も含め持たへんねんけど、だからこそ市場だったりそういうのが入らないようにするのも考えるのもまた難しいし、でもメンバーだからこそ見える、考える、その考え方もあるから、今回セットリスト作るにあたってマネージャーさんが相談してくれたのもすごい嬉しかったし、だからこそ市場、なんだろうな、これやりたいからやるっていう理由で曲は絶対一曲も入れてないし、あゆかまると一緒にチームを考えて、もうどうしたらこの S がもっといい見え、いい風に見えるかなとか、誰かがフューチャーできるかなとかの考えてやったので、なんかすごいいい経験もできたね。セットリスト考えることに携わってみて、まあかといって毎回やりたいかって言われたらちょっと悩むよね。あれは悩む。確かにマネージャーさんが毎回悩む理由もわかるし、こうやってさ、たまに冗談でさ、あけ曲メドレーとか言ってる時はポン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 、特に何も考えてへんから出てくるねんけど、いざメンバー立ち位置歌わりとかいうのも含めたら全然思いつかへんねんな。時間かかる。ゼップのセットリストも2ヶ月前、もうなんなら4月5月ぐらいから考えてたんじゃないかなってぐらい前から集まって話し合ってっていうのをやってました。いいよね、鳥は青い空の果てを知らない。なんか今の環境にも合ってるというのか、歌詞が歌ってて、あー染みるなーって思いながら歌ってた。またこのゼップツアーが続いたらいいなっていう気持ちも込めて、もうフルーツ食べてめちゃくちゃ体力回復しちゃった。でもね、一人反省会してたんだよな、こう見えて。こう見えて。チカが悔い残ったんだよな。確かにウィンターツアーもやりたいな、さ。ウィンターメドレーとかもいいよね。カンガルー。冬のカモメとかさ。あと、バイクとサイドカー。噛んでないとこじゃないんだよ。チカが今日一人反省会したの。なんかうまく締めれず、ああ、ほんまにこんな感じ。うまく締めれず、ああ、もっと文章を考えとけばよかったって。っていう一人反省会はしとった。ナンさんの卒業発表も聞いて受けて、最後の締めも、ああ、もっと上手に締めれればよかったって反省した。ごめんなさい、全然なんか上手に言えず。嬉しい。そんほんまに、なんかスタッフさんの感謝の気持ちもさ、ライブ終わった後にさ、全員にありがとうございましたって言える時間とかもなかったから、
スタッフさんの感謝の気持ちもステージ上にはなっちゃったけど言わせてもらったりとか、なんかもっともっと順調あったよなって反省しちゃった。この日自分の力不足、みんなへの感謝の気持ちももっと伝えたかったのに、ランさんのランさんの使命もなんか切り替えが早くて、自分のランさん卒業しちゃうけど新婚もあるしねって、あれもなんか切り替え早すぎてランさんの卒業全然寂しくないみたいな言い方に聞こえるし、うわあ、ちゃんともう文章書いとけばよかった。こういうことが多いねんな、地下ライブは。劇場公演の締めもそう。寂しいのにさ、でも寂しいだけだったら、しかもさ泣きそうだったけど、でも自分が締めなのに泣いちゃったらさ、もう締める人おらんやんってなるから、もう涙こらえて。ねえ、寂しいよ、寂しいけど、でもなんか寂しい気持ちで終えたくないなって思ったら、なんかめちゃめちゃ空回りした言い方で優しい、みんなが。ポジティブに、そう、なんかそこだけ終わって達成感やのに、ああ締めがなんかうまくいかなくてごめんなさいって。でもさ、こうやって終わった後にブログに書くのももちろん大事やけど、その時の感想、その時の興奮はその一瞬一瞬なので、後々文章で書いても届くかわかんないじゃん。ごめんね、ここでガチリアル反省会して、あーごめんなさい、うまく締めれず。でもさ、ちゃんと思いを込めて言いたいからさ、なんか綺麗事並べてますっていう、なんかそういう文章は嫌じゃん。締めって難しいよね、なんか言葉が出てこなくなる。もっと読書しようとか、もっと勉強しようと思うね。優しい、みんなありがとう。うわあ、みんなのショールームしてよかった今日。もう帰ってバタン休しようかと思ったけど。ありがとう、みんなのコメントに元気をもらってます。ごめんね、こんなさ、せっかく終わってパンザーイって感じなのにさ。寂しいよね、ランさん。ランさんと仲良くなったの、しかも、ここ、2、3年それこそ、静岡、エコパの時にめちゃくちゃ、そっからなんかご飯行き出したんだよね。その前後から、その前かな。行き出して、あ、でも選抜入った時もご飯連れてってもらったから、20歳前ぐらいから仲良くなって、19ぐらいから仲良くなったんだよね。だからここ2年でマジでググって距離がさ縮まって、なんだろうな、ずっと制服のめこうやねこうやった時さ、正直めちゃくちゃ怖くて、ランさんが全然近寄れへんかってけど、なんだろうね、まあお互い仲いい人がメンバーも卒業して、でも年齢は違うけど、なんか同じ目線で話してくれるというのか、でも経験が全然経験値違うから、めちゃくちゃいっぱい怒られたこともあるし、注意されたこともあるけど、それも勉強になって、ランさんといるとね、めちゃくちゃ勉強になることばっかで、だからほんまに寂しくてさ、どうしよう、11月からおらへんねんで。やばいよ、寂しいよ、素直に。いやだ、てかもうずっと、まだまだあと1、2年いてくださいねって。むしろチカのこと見送ってくださいねって言ってたのに。でもランさんさ、不器用って言うけど、
全然だよ。近くからしたらド直球ストレートだと思う。あんなに感情表現豊かで。だからランさんがいなくなるの本当に寂しいな。今日もずっと一緒にいて。けどさ、ランさんがいっぱいいろんなことを教えてくれたことを次は自分が教えていかなきゃだし、ランさんみたいになんか盛り上げるところは盛り上げて、でも締めるところは締めたり、なんかそういうちゃんと周りを見れる人になろうと思うし、これからの S 楽しみだねって言って、もう大丈夫と思って卒業してもらえるようなぐらい頼もしくなった S を見せて卒業してもらえるように残りの期間で頑張ろうと思うな。いやめちゃくちゃ仲よ、なんか寂しいな。だからほんとこれ素直な気持ちは寂しいし嫌だだけど、これからも会えるって思えばさ、だけどやっぱ活動の中でいなくなるっていうのはでかいよね。自分からしたらいっぱい相談できる先輩だったし、その先輩が一人またチームからいなくなるっていうのは寂しいし、新公演も一緒にやりたかったっていうのが本音だし、でも新公演見に行きたいってそう思ってもらえるように新公演見に来た時にうわすごいねって言ってもらえるように頑張るのは自分たちなので頑張ります。ポジティブに、もう1ヶ月ちょっと、だから皆さん応援よろしくお願いします。これからもなんか僕は知ってランさんにさ終わった後話しかけていって、チカちゃん泣かんかったやんって言われてんけど、いや僕は知っているでも出てきたよ出てきたよでもランさんの前では涙見せへんかったけど、なんか自然と出てきたよね。あの時はさ締めなきゃっていう使命感もあったし、周りが泣いてたから、可愛い S 面が泣いとったから、自分泣いたらあかんってここはこらえなきゃって思ったけど、僕は知っている聞いたらまた歌詞もさ いいんだわ。でも卒業するときに涙してくれるっていうのはそれぐらいそのチームにとって大切だった先輩、大切、まあ泣くことが絶対じゃないけど大切だったって意味でもあると思うから、それはランさんがチーム S でみんなに背中を見せてきてくれたからこそだと思うので、いやー頑張ります。みんな支えてね。また先輩がいなくなって寂しいのが本音です。なんかポンポンに言われたのが、ポンポンが多分チカがリーダーしてる姿ほぼ見たことないから、今日エンジンとかそういうのしてるの見てて、なんかこの前の周年の時とは全然違う別人だねって言われた。周年の時はね先輩が多かったから、まあ、わちゃわちゃしてたけどピシッとするんで、こう見えてリーダーやねってずっと話してたちなみに今日あげたショット、ツイッターにあげた1枚はポンポンが撮ってくれた写真なんです。さすがポンポン上手なんです。ということでちょっと明日に備えて公演を覚えて寝ます。ということで明日また公演終わりに、夜遅くなっちゃうかもやけど配信する予定なので、お疲れ様会しようね。ありがとうございました。夜遅くにちょっと顔暗かったけどね。ありがとうございました。みんなおやすみ。まだまだ ZEP の感想を待ってるので教えてください。ぜひトーク会、現地トーク会受付中なので感想を伝えに来てください。おやすみ、バイバイ。
みんなもゆっくり休んでね。明日金曜日か。頑張ろうね、お仕事も。今日平日やったのにさ、配信見てくれたり、てかありがとうね、会場まで来てくれたり。なかなか今日日程合わずで行けなかった人もいたと思うねんけど、配信まだアーカイブも見れるので見てください。またライブしようね。ありがとう、おやすみ、バイバイキーン。